2階1枚年長が通るのが重いから気をつけて。あら2階ライス2枚あの料金調査はい、日帰り。まずいやつって言ってる。これまずいよね。横に歩きなる感じ。オムライス。いらっしゃいませ、社長どうぞ。すでに腰壊れてる。誰もやらないから、ね、いじめるからね職場のいじめ問題ね誰もやってくれない、ね、そう誰もやらない誰もやってくれないで じゃあそろそろ引退するからこれじゃあスポーツと同じでスポーツ水平が短いからあと1、2年で引退するからそうだって丸いんだからさいらっしゃいませはい、いらっしゃいませどうぞ、いらっしゃいませちょっと半分だよ。半分だよ。
明日あれ女の人だと思う。座りきれないからね、人の上に人を乗っけて、だから乗っける、知ってるこれ、知らないの、なんだよ、せっかくクラッチ知らないの、今の、うん、じゃああれ、1円を1000円にする手順って見たことある？あの 見たことは、目の前では見たことはない。目の前で見たことないの、はい、じゃあできるように。いらっしゃいませ、何名様、はい、そっちはテーブルどうぞ厨房は行かなくて。いや、俺別に抜くって行けるな、だってお兄ちゃん今こうやって仕事やってんじゃん。いや、俺の仕事入った。ご飯入っていくんですね。うん、あ、それは一緒だよ、お前。ランチオムライスある。あとなんだっけ。いらっしゃいませ。お一人様、シエ。そうメッセージはいつも違うんですか。顔が分かんないときはもうなるべく角立たない。あ、オムライス。早くしようよ。ナポリワンで何番お兄ちゃん。ナポリタンのお客様、はい、重いですか今日。親父さんのお店っていうんですけど、うん、何年前にできたんですか。もう80年ぐらいです。80年。うん、はい、どうもありがとうございます。よしよし、みんなもご飯しないと。ありがとうございます。お店ここ80年と言ってたじゃないですか、うん、どれぐらいやってるんですか。継いだというか。別に継いだ意識もないけど40年ぐらい。それまでは何されてたんですか。それまで別にバンドをやったりとか別に何もやってない、ね、あと麻雀で勝ってたりとかあと競馬で勝ってたりとか。このメニューとかはじゃあお父さんが考えたんですか。違う、俺が適当。いや、あの昔からあったのはバカだけど内容は全然変わって、
メンチが大きくなったのはね、石塚君が来た時大きくしたのかな。もともとちょっと大きかったんだけど、石塚君が何回も来てくれるんで、じゃあ何かを一個石塚スペシャル作るかみたいな。何でも面白おかしくやろうじゃないか。なるほど。きっかけはまあそれで大きくなった、うん、来るたびに違うことやねんけどさ、つまんないのと思って。今日の特集はね、うん、人は考えるために生きるんですからね。考えるために生きる。そうです、当たり前じゃないよ。鈴木さん何考えてるんですか。え、山田鈴木さん。あ、ね、俺うちじゃ一番偉くないよ、みんなバカだから。邪魔なんだよ。あれ世界一気持ち悪いですよ。だ全部世界一なら全部その人だ。まあいいところはないけど。ずっとこのお仕事も。そうですね。いらっしゃいませ。なぜこの洋食屋で働こうと思ったの？きっかけとかあるんですか？いや、きっかけっていうのはあんまりないんだけど、ただ、昔アルバイトで、やってた頃があって、最初はもう包丁握ることすらできなかったから、そのたびに提携がしたり、世界一もあるぞ。喜んでくれればね、それに越したことないから。やっぱり美味しいって言われながら作るってたもんな。そう、料理人に身寄りに作るっていうのかな。できるよ、上がるよ。